仕事が終わったので帰りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、で帰るんですけど、今日実は給料日でして、給料日ってやっぱワクワクするじゃないですか。なので給料日のナイトルーティンを取っていきたいと思います。しかも金曜日です。今日はは、いというわけで大宮エキュートで寿司リベンジしたいと思います。今から寿司を買いに行きます。寿司を買いまして、早く帰ってきたので、まだ19時半ですので、ちょっと気になっていた雑誌とか本とか漫画とかを買いに本屋に来ました。それを読みつつダラダラ寿司を食いたいと思います。こんな感じで行きます。いやー、給料日で、まあ酒とかも買ってきたので、ちょっと冷やしつつ後々これを食べていきましょう。給料日戦利品その2、いやー、おしぶどう6貫とネバラン18貫。はあ、ちょっと休憩、ちょっと休憩。はい、でその前にちょっと急ぎの編集があるので、それをしちゃいます。こういうラインナップです。今9時半。帰ってきたのは何時ぐらいかな？帰ってきたのは8時。やっと寿司が食えた。昔は本当に寿司なんて食えなかったけど。うん。うん。ホタテうま。まだバイトしてた時は、給料日は言うて一番贅沢してラーメン屋でビールでしたね。今はもうこうやってプレミアムモルツですよ。アワビです。これがアワビ。ちょっと緊張するな、アワビ食う時。
最後に残ったのがエビとタイとイカです。これが私の好きなトップ3です。マネ、フィルミーノ、サラーです。まずマネから。サーディオマネ、うん、モハメッド・サラ、うん、そしてロベルト・フィルミーノ。アイスも買ってまーす。もう12時を回りました。というわけで以上、給料日のナイトルーティーンでございました。ご視聴いただきありがとうございました。さよならー。